マネのっっていう面白かったねねあれ、うんえー、今のねすごい若い人たちは知らないかもしれないですけど、うん、もう伝説的番組で、えー、お金を持ってる社長方がいて、うん、志願者が来て「えーうん、こういう事業をやりたいですでだからお金を、あのー、投資してください」と言って、うん、でマネ、まあね、こういろいろ説明して、うん、できたらマネ成立ですと社長たちが納得いかずに投資されなかったらノーマネでフィニッシュですってなる、うん、まあ言葉も流行ったし番組自体もめちゃくちゃ流行った。 超人気番組で僕ら学生の時とかだったかなそうね本当に面白いイソーの社長とかね何でかん電の社長とか川原社長とか出てきてすごい僕大好きで大好きだったんですけど番組は結構前に終わっちゃってなんかいろいろどうなっちゃったんだろうなとかみんなどうなったんだろうって思っててそしたら岩井社長っていう塾の先生講師というか塾の社長熱血感 だったあの人が今 YouTube のチャンネルを始めてその人はずっと事業成功し続けてるんですけどねトラだった人投資する側だった人が YouTube チャンネルを始めたんですよそこに昔のトラたちが出てきたりしていろいろ何でかんてんの社長とか出てきたり鉄仮面なんばらとか出てきてああおったなそうそうそれで結構昔の話とかしてくれてめちゃくちゃそれが面白いというか嬉しいんでうわそうなんだみたいな裏話もあり鉄仮面なんばらねとかあのまあ 正直トラたちでその後失敗した人たちもいるかなんとも言えないけどい、ね、でその人の話とかあったりしてるよとかがなりさん会うよとか<ー>、えー、加藤君にも会うけどねとかいろんなその交流もあるんだとか<ー>なんか嬉しいしで一番嬉しいのは投資した人たちのその後も結構話してくれたりしてもうそっち気になる、ね、うでどうなったんだろうとやっぱ本当に成功してる人とかいるんだよちゃんと。あ<ー>で、あのー、誰かにもなら投資する側になってたりとか。 中には夜逃げしちゃった人もいるし何年間での河原社長が投資した人はほとんどうまくいかなくてあの人面白いから高円寺に何年間でだあるし社長自らあそこでお客さん呼び込みとかやってますがいますよなので楽しい人なんですけどあの人はねそういう話をあの人面白おかしく言ったりとか。 で岩井社長、あのキムチやってた方は今セーフウォッこうなってるんだよとかコメントしてる人たちに岩井社長自ら返信とかしてて、うん、あの人どうなりましたかと結構書いてあって、うん、今度出てもらう予定ですみたいなあの人出てくれるんだみたいな、えー、すごいあの楽しいし僕らからしたら嬉しいんですけど、うん、なんかその一抹の楽しいんですよ。うん、で一個の不安として、うん なんかいろいろ知りすぎて岩井社長のこと嫌いになったらどうしようみたいなその嫌なとこ見えたらどうしようみたいなあのいい思い出で終わりたいけどなんか今は全然いいですよあの僕大好きな社長だったし熱血感でマネの虎の中でももう常識人でそうね一番まともって言ったあれですけど熱い気持ちで出してる人だっただけにもしなんか変なそんなとこないんですよで今後 YouTube でこう継続的に見てったらまあね 変なとこを見たらどううしようもう年齢とか時代も違うしなんかギャップで変なううふうに思ったらどうしようみたいな <laughs> なんかちょっとわかるそ<ー>の感じかる分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 か YouTube じゃしな特に<う> YouTuber としてこうチャンネル作ったらなんかやらかしそうなイメージがあるがでまあちゃんとしてる人だからないと思うけどなんかでポルッと人間性が出た時その番組としてのまたあれとは違うわけですからなんか変なあ,<ー>あれこんな感じの金持ちの 感じかとかなんかその分かんないですよ<ー>それになんかなりたくないなっていうちょっとした不安一番なんか庶民に近い感じでこう熱い感じだったもんなそうそう,そう,そう確かに言われたらそ,れそう岩井社長はねそれがすごい好きだった<ー>でまあその通りの人だと思いますけどね、うん、どうするよなん,なんか高級腕時計みたいなこう2個ぐらいつけていやだからまあまあまあ買いましたみたいなそそ変わりすぎだろ人間性が <laughs> でも本当に面白いその「マネの虎の」俺見ようそれめちゃくちゃ面白い。 鉄南原も出てくるし南原、うん、社長も面白いの結構番組とか時々出てたりするけど、うん、やっぱこう波乱万丈の人生だしいろいろやっぱ面白いんですけどお前が進める YouTube 番組俺ほとんど見よるわ一回見るよな <laughs>、うん、J リーグのやつむちゃくちゃ見よる <laughs> <laughs> サッカーそんなに興味ないのに <laughs> でも面白いだろちゃんとめちゃくちゃおもろいやっぱりあの僕もいろいろ YouTube 見て、うん、ちゃんとした人が作ってるかどうか結構あるな面白いかどうかあ<ー>そのコンテンツとして見どころがあるかどうかっていうのは 皆さんもぜひ「マネの虎」あのー、見てほしいうわまたた増えた見るやつっていうのと、うん、あと「マネの虎」ってすごいいい番組だったじゃないですか今、あれがあったら、うん、今、「マネの虎」があったら社長としてあの虎として誰が出るんだろうと思って、うん、一番この人が出そうだなって思ったの太田光雄社長なんだよな一番出そうじゃないキャラもあるし出そう社長としての社長だし、うん、キャラ知名度もあるし。知名度もあるし めっちゃ出そうだろういや敵人だろ敵人なんですよ考えられんもんそれ以外<多>分 <laughs> まあ堀モ門とかああいう人たちの中に、うん、太田光雄社長いるみたいなちょっとケンケンガクガクするみたいなちょっと違う視点からもを言,うみいな、ね、言ったりするありそう,う社長が出たらむちゃくちゃ数字いいらしいですからねまあやっぱ好きですしねみんな見たいだろうから、うんうんうん、みんな言われるもんないろんなとこでそとだから現代版マネーのとこ考えたらやっぱ太田光雄社長が一番一番ありそう でもアリジャポで有吉ジャポンでそれこそちょっとそれっぽいのやりよったうと思う,んう,んうん、うん、なんかだからまあその感じですよねなんでまあでもちょっと今の時代的にはまた違うけどあの時代の良さがあった番組あ,、ね、あ,あの時代の良さあったねそれを見たという人は、えー、ぜひ、えー、その岩井社長の YouTube を見てくださいね絶対見よう、うん、本当に面白い平日毎日口を更新していますウエストランド井口の「